はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング中の人 A です。今回はね、コルセア社の K68 というキーボードの開封版とレビューということで、こちらのねキーボード最大の特徴は防塵と防水なんですが、まあ防滴なんですが、まあそれも踏まえてね、こちらのねキーボードどんな商品なのか紹介していきたいと思います。で、まあ箱はこんな感じで、まあちなみにキーボード自体も黒と赤が特徴的なキーボードなんですが、保証は2年保証で、こんな感じですね。赤軸になっていてこんな感じになってます。Windows ロックができたりとか、ボリュームの、調整がキーボードからできたりしますよという、そんな感じですね。これで、防塵防滴というのがどこに書いてあるかという話なんですが、防塵防滴いろいろこう、なんていうんですかね、まあ、クラスに分かれていて、IP の32ってこう書いてあると思うんですが、まああれですね、まあ、お茶を倒したりとか、まあ霧吹きでかける人多分いないと思うんですけど、こう霧吹きでバサバサやったりとかするのは問題ないけど、まあさすがに水没させたらダメだよっていう話なんですが、大体、水没させる人多分いないと思うんで、キーボードを。まあ普通に使う分にはまあ問題ないっちゃ問題ないという、そういうことですね。で、あとはこのアンチゴースト、まあ普通にキーボードを押して、まあなんていうんですかね、同時押しとかをしてもちゃんとこう処理されますよという、そういう感じですね。で、Windows ロックができるという、そんな感じのゲーミングキーボードらしい特徴も備えた、キーボードになってます。めっちゃこうね、照明とか映るんだよね。なかなか難しいところでありますが、それは。で、赤軸なんですが、赤軸の特徴は比較的こう、なんていうんですかね、押し心地が軽くて、まあなんていうんですかね、クリック感がない。カチッっていう感じが、まあ良くも悪くもしないっちゃしなくて、で、しかもそして静かっていうのがまあ特徴という感じですね。どんな、まあだからなんていうんですかね、やたらカチカチすると、まあうるさいし、なんていうんですかね、カチカチするとですね、うるさいし、まああとすげえ、まあ僕はゲームしかしないので基本的には、あんまり困ることはないと思うんですが、すげえこうなんていうんですかね、長時間こうタイピングする人は大変かなという、そんな感じですね。開けるとこんな感じになります。ズーンっていうね。よっこいしょ。よいしょ、取り出すかな。こうがっつり、よいしょ、日本語表記の日本語配列の、いけるかな。で、そしてですね、防塵防滴がまあ多分最大の特徴になるとは思うんですけど、この商品を僕が紹介しようと思った最大の理由がありまして、まあ、それはねちょっとね、あとね、多分1分ぐらい経ったら説明すると思うんですが、どこでしょう、どこまで抜けるんだろうこれ。ほっ、肩つりそう。こいしょ、肩つりそうって。カメラがね、俺とキーボードの間にあるんでね。まあなんとなくこう手の動きから分かると思うんだけど、FPS 視点的になってるんだけど、それはそして、パームレストがついて、よいしょ。よこしょ。よいしょ。この故障書のガイドが、ちょっと待って、抜けるかな？抜けた。OK。これは多分もう、箱は、他はないですね。保証書とキーボードと、キーボード本体とパームレストというか、この手首のこういうやつですね。ちょっと待ってね。箱をちょっとどければ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。んで、端子は USB ですね。USB の多分 2.0 じゃないかな、これ普通に。多分ね。よいしょ。んで、カバーをちょっとどかしたいですけど。あ、どこしょ。よいしょ。おそうですね、普通にこうひらがなも書いてある日本語が日本仕様向けの普通のキーボードになっています。以上、まあ、こんな感じですね。まあ確かに僕が使っている青軸のデバイスとかに比べるとカチカチ感はないですね。すごく軽い文字心地になってます。で、よっこいしょ。おぶつかした、3曲目で Windows キーロックとボリュームの調整とかがついてると。まあ、ここら辺とかも停止とかそういう関係ですよね。よいしょ。それで、パームレストがついて、パームレストとりあえず取り付けてみましょうかね。せっかくなんで。よいしょ。ちなみに、キーボードの重さは 1.3 キロなので、まあ、軽くはないですね。軽くはない。まあ、多分持ち歩く人あんまりいるかな？わかんない。持ち歩く人もいるとは思うんですけど、まれに。まあ、そういう人はちょっと 1.3 キロなんで、あんまりさすがに、家で使う分には全く問題ないよ。家とかオフィスで使う分には全く問題ないと思うんですが、さすがに持ち歩くのは厳しいんじゃないっていう、そんな感じですね。持ち歩くためのケースとかがついてるタイプではないので、よいしょ。あ、ちなみにここに普通にこう、傾斜をつけるための、これ何度なんだろう。まあいいや。
やつがあったりとか、これで多分つくんじゃないかな。多分ここにね、こんな感じですね。ここになんかかなりこう、なんていうかね、カメラ入るかな、ほっ入るな、これでここにこうつけていく感じで、めっちゃ折りそう、心配、これ折りそう、すんげえ折りそう、これすんげえ不安になってきた。折ったやべえ、あ入った、普通に入った。意外と軽いですね。あの意外とこのプラスチックのここの樹脂の部分が伸縮性があるんで意外と大丈夫。よいしょ、全然折れそうな雰囲気すらなかった。折れるんじゃねえかなと、折ったらどうしようと思ったけど、折ったらガン内だよね、やっぱり切ねってな。まあこんな感じでいける、点キーがついてるタイプのキーボードになってます。で、なんでこの商品をねレビューしようかと思ったかというとですね、この商品最大の特徴がありまして、防塵防滴なんですが、キーを外した方が分かりやすいと分かりやすいんですけど、よくですねキーボードのほとんどの商品はですね、めちゃめちゃ汚れます、正直言って、あまり綺麗な話ではないですが、めちゃくちゃ汚れます、キーボードっていうのは。なんでかというと、そこにずっとね人が座ってればですね、まあすげえ汚れるのはまあ必然的な運命なんですが、で大体ですねめちゃめちゃですねキーボードっていうのはこう基板の上にこうキーがパチ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 こう乗ってるので、なんていうんですかね、もう一度入った汚れはですねもうほとんど取れないんですね。だいたいこうエアダスターとかでバサバサここら辺からですねパシュッってやってですね、まあ、抜くと思うんですが、まあそうは言ってもなかなかね、もうなんていうんですかね、まあ外のベランダに持っててパンパンやるとですね、なんかもう塵とかホコリとかがですねもう出てくるぐらい、まあだいたいこう1年2年使っていくと汚れていくと思うんですが、まあこれはここのね、まあ防塵防滴のためのなんていうんですかね機能で、まあどちらかというとこうお茶こぼして、まあ、壊れる心配はないみたいなプレゼンをするのが多分普通だと思うんですが、どちらかというとそれよりもあのメンテナンス性が高いっていう、めちゃめちゃこう汚れても、まあ、でも汚れても問題ないっちゃ問題ないですけど、普通はあの汚れてもまあちゃんとこうなんていうんですかねエアダスターとかで拭けば、まあ、ここのシリコンのね、お難しかった、シリコンのこういう感じでなんていうんですかね、シリコンカバーが基板の上にシリコンカバーが貼ってあって、でそこのシリコンカバーに穴が開けてあって、おそらくそこのなんていうんですかねキーとあのなんていうんですかねスイッチを接続させて、まあある程度こうなんていうんですかね拭き返さないと、あのこうそこの隙間からこう一回こうなんていうんですか S 字にこう曲がり込まないと、多分水とか塵が入り込まないようになっているので、まあおそらく汚れるのは当たり前なんですが、使っていればおそらくここのシリコンの上に多分溜まって、シリコンの上に溜まる分ならまあエアダスターで拭けば問題ないという、そんな感じなので、まあなんていうんですかね、あのどん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 汚れてですね、それが気になる方はですねこちらのキーボードはすごくいい選択肢なんじゃないかなという感じですね。はい、まああとはそんなにまあね、まあ、光らせたいんですけどね、ライティングするんで、まあ、光らせたいんですが、まあそれはそれとして、よっこいしょ、よいしょ、まあ、かっこいいね、かっこいいこう映像はこう公式のこうあれで見ればあの僕がどう頑張ってかっこよく撮ろうと思ってもね、かっこよく撮れないんだよね、ちょっとね、そこ撮影技術はないんだよなみたいな、まあ撮影技術何もないですからね、これもスマホで撮ってますからね、これは取説と保証書パターンですね、保証書多分また日本語ないパターンじゃないかなあのこのでもこうなんていうんですかね、ちょっと待ってね、ココルスヤ社の正規代理店がリンクインターナショナルっていうところだと思うんですが、確か、よこいしょ、合ってるかな、よこいしょ、これですね、見て、これですね、そう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 、こんな感じで、まあ、一応2年保証なんで、まあ、普通、まあ2年、まあ、壊れないですけどね、普通、まあ、壊れても、まあ、まあ、なんていうんですかね、こっちの保証書には書いてないけど、まあ、箱についてるパターンですね。で、よいしょ。こんな感じで、取説には日本語あるかな、 あった、がっつりありますね、ご購入いただきありがとうございますから、こんな感じで、こっちからはやっぱりあれですね、あのソフトウェアをなんていうんですかね、あのアプリケーションをダウンロードして落としてインストーラーで動かすタイプのキーボードですね。多分何もしなくても動くっちゃ動くと思うんですが、まあなんかそうすると、まあ何が起きるかよくわからないパターンですよね、まあ、多分動くけどみたいなね、まあそんな感じになってます、こんな感じの保証ですね、保証というか説明ですね、まあそんなにめちゃめちゃ2ページ分で他にいろんな言語が書いてあるんで、そんな感じのタイプです、へへーんって、
ミュートキーがあったりとか、バックライトの明るさを調整するキーがこれか、ここですね、 Windows ロックの隣ですね。なるほどね。ナムロックとかあれですね、キャプスロックのインジケーターがあるのいいですね。キャプスロックよくわかんないけど引っかかったりとかしますからね、まれに。はいっていう、あ、なんか変な入ってんぞみたいな、まあこんな感じになってるというのが、まあ、K の68というキーボードですね。まあ、なかなか防塵防滴機能がついているキーボードってそんなに機種はないので、まあ、ぜひぜひですね、綺麗好きな方とかですね、まあ、なかなかいないと思いますけど、コーヒーとかぶっ倒す方はですね、特にどちらかというとゲーミングキーボードとしてもね、まあ、十分使うことができると思うんですけど、お茶ぶっ倒すのはどちらかというとオフィスワーカーだと思うので、ちょっと、そうだな、ノパソとか置くしか置くスペースがなかったりとかすると、ちょっと幅的にね、幅何センチやろ、ちょっと待ってね、書いてあるかな、もし書いてなかったら後で説明文とかに載せとくけど、寸法はね、横が45センチ、455mm なんで約46センチですね。で、こっからここまでが多分17ぐらいじゃないかな。で、40mm って書いてあるから、多分高さが4センチ、4センチなのかな、これも4センチもあるかな。まあ、約ここからここまでが、ここの幅分が多分47センチなんで、もしオフィスに置こうと思っている方がいればですね、まあ、47と10、まあ40、まあ 50×20 あれば絶対置けるっていう、まあそんな感じですね。まあだいぶかっけえというか、新入社員でこれ持ってたらだいぶ攻めてる感じになっちゃうと思うんで、それはちょっと、まあそれはそれですけど、まあぜひぜひね、オフィスワーカーの人もですね、ご検討いただければという、そんな感じになってます。ということでね、今回ね、K の68の開封&レビューいかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。